次の卓研試験で絶対合格したいあなたへ今回は卓研合格するための二つの条件について解説いたします突然なんですけれどもこんなお悩みないでしょうか勉強したけれども合格できない効率的な勉強の仕方がわからない暗記が苦手計画を立てることができないまた計画を立てても実行できない続けられない忙しくて勉強時間がないこんなお悩み持っている方多いと思います あなたもそうじゃないでしょうか一人一人悩み課題っていうのは違うと思いますでも達見合格するためには2つの条件があってこれをちゃんとクリアすることができれば達見試験は1回で合格できます逆を言えばこれができていないからこの条件をクリアできていないから落ちてしまうんですねなので勉強を進める上でこの2つの条件必ず頭に入れて頭の片隅に置きながら 勉強はしていただければと思います私は卓研合格パートナーレトスの小野と申しますこれまで10年以上個別指導を行ってきており1000名以上の方の卓研合格のサポートをしてきましたまたその他でも無料相談もたくさん受けてきましたそういった方々含めるとおそらく2000名はくだらないと思います個別指導っていう指導スタイルなのでお客様とのやり取りは非常に多いです勉強のお悩みだけでなく プライベートのお悩みとかも色々聞い聞てきました、まあ、これはサポート外じゃないのって思われるかもしれないんですけれどもプライベートが理由で勉強ができないっていう方もやっぱたくさんいらっしゃるんですよなのでそういった部分もやっぱりケアをしていかないといけないわけですよねもちろん私が解決できないこともたくさんありますでも話を聞いたりとかアドバイスを求められたらこういうふうに考えたらいいんじゃないのこういうことやっていったらいいんじゃないのみたいなことはアドバイスさせていただいております 少しでも心が軽くなって勉強ができたら受講者様にとっては大きなメリットなのでそういったサポートもさせていただいておりますで私の自己紹介はそれぐらいにしておいて合格するための2つの条件をお伝えしていこうと思います宅見合格するためには勉強の質と勉強量この2つを同時に上げていくことが必要ですこれが2つの条件です2つ同時にクリアすることによって初めて合格できるんですね 勉強量は分かりやすいです。例えば過去問10年分、15年分、さらには予想模試3冊。これぐらいやれば勉強量は十分です。で、実際これ行っている方いらっしゃいます。まあ、過去問10年分プラス予想模試3冊とか、これぐらいやってる人は意外と多いです。でも一方で、勉強の質、これが低い方がほとんどです。だから合格ができないんです。 勉強の質が低いってどういうことなのか勉強法については大きく分けて2つあります。1つ目が丸暗記学習、詰め込み学習ってことですね。2つ目が理解学習。この2つがあるんですけども、多くの方がやってるのが丸暗記学習、詰め込み学習なんです。例えばあなたが独学で勉強していたとします。市販のテキスト、市販の過去文集を購入して、何度も読んで、何度も復習して、その内容を頭に入れようとする。 これをやっている方は、おおよそ丸暗記学習です。また、予備校を通っている方、予備校を通って先生の講義を聞く、で、基本問題、練習問題をやる、さらには演習問題をやる、で、わからない部分はテキストを見たり、先生の講義動画を見たりする。これだけで勉強を終わらせている方、こういった方も丸暗記学習に陥りやすいです。通信講座受講している方だったり、今だったらスマホ学習している方もそうです。動画講義を聞いて、 で、通信講座で支給される過去文集で勉強する。分からない部分はテキストで調べる。そういった方々も丸暗記学習が多いです。なんで丸暗記学習と言い切れるのか。市販のテキストも過去文集もそうですし、また予備校通ったら予備校で支給される教材、また予備校の先生の講義、通信講座であれば通信講座で支給される教材、また先生の講義、すべてにおいて言えることが 理解すべきところまで解説しているところがほとんどないんです。なので結果的に丸暗記学習になっちゃうんですね。でもこれではダメだ。これでは受からないって気づいた人は自分自身で専門書だったりまた専門家が書いているホームページネットですねで調べたりして理解を深めていくってことをやります。これをやっていかないと一向に理解学習ってできないんですね。実際私もそうでした。 はじめ勉強したとき、市販の教材買って、それだけで勉強してたんですけれども、あるとき気づいたんです。勉強始めて3、4ヶ月ぐらいしたときに気づいて、この勉強の仕方だと、本試験で合格点取れないなって気づいたんですね。で、結果的に勉強の仕方をそのとき、丸暗記学習から理解学習に変えていって、1回で合格できました。で、個別指導でも、その理解学習をお伝えしてます。じゃあ、理解学習ってどういったものなのか、 大きく分けて3つあります。1つ目が問題文の理解です。問題文が理解できていないと、どれだけ解説、法律が頭に入っていたとしても答えられないんですね。これは質問内容の理解も一緒です。質問されている内容が分からなかったら答えられないですよね。一応こうやって分けているんですけれども、これはもうまとめていただいてもいいです。問題文の理解と質問内容の理解。これっていうのは問題文に書いてあることが わかるかどうか、理解できているかどうかっていう話です。まあ細かく分けたら問題文の理解と質問内容の理解ですね。まあ一番については問題文の状況理解です。問題文がどういった状況なのか、A さん、B さん、C さんがいてどういった債権を誰が持っているのかとか、まあそういった内容です。で質問内容については一番のこういった問題文の状況時に何々することができるとか何々することができないっていうまあ最後の部分ですね。 ここもちゃんと理解していないと、丸か罰かの判断を誤っちゃうんですよ。なので、これもすごく重要なんですね。まあ、まとめて、もう問題文の理解って考えていただいても全然問題ございません。で、3つ目、解説の理解。これは調べたら出てくると思います。例えば、民法であれば、民法の専門書とか、法律事務所のサイトとか、弁護士さんのサイトとか、そういったもので調べていけば、その法律、 解説について理解深めることができます。また法令上の制限であれば、国土交通省のサイトとか、都道府県のサイトとか、建設業者さんのサイトとか、そういったもので調べる。税金関係だったら税理士さんのサイト、国税庁のサイト、そういったところで調べていけば、解説の理解はできます。ただ一方で、この1番と2番がやっぱ難しいんですよね。これって教えているところがほぼほぼないんです。 予備校通ったことがある方だったらわかると思うんですけども、こういったことを教えてもらいましたでしょうか実はこれが一番重要なんですね。例えばなんですけれども、私があなたに対して、今日の天気何ですかって質問したとします。そしたらあなたは、あ天気聞かれているからあ、外見たらいいか、外見ます。晴れか雨か、これ分かりますよね。晴れていたら答えは晴れですって答えられるじゃないですか。でも一方で、私が アラビア語で今日の天気何ですかって聞いたとしますそうすると答えが晴れってわかっていたとしても質問されている内容がわかんないから答えられないじゃないですか実際これが本試験で起きるんですね答えはわかるつまり後で解説見たらああそうだそうだってわかるんですよそうだったそうだったってわかるんだけれども実際本試験の時に問題文がちゃんと読めていなくてつまり問題文がちゃんと理解できていなくて答えられなかった ししてしまっったたそういったことはよくありますこれを多くの方がボンミスって思っちゃうんですよでもこれはボンミスじゃないんですそもそも日頃の勉強で理解学習ができていないがゆえにそういうことになるんですね理解学習している人ってボンミスってあっても1点ぐらいです1問ぐらいまあ多くて2問ですね弊社の受講者見ててもあんまりそういう人って多くないですつまり日頃から理解学習をしていれば ボンミスを減らすことができるんですよ。で、また、ボンミスをしたとしても、合格点は十分取れます。理解学習をしていれば、おおよそ合格点プラス5点ぐらいの実力まで持っていけるんですよ。そうすると、1、2問、ボンミスをしたとしても、合格点プラス3点取れるわけじゃないですか。なので、余裕で合格できるんですね。なので、それぐらい日頃の勉強法って重要なんです。もしあなたが自分自身でなかなか理解学習するの難しいな、 そう思われているのであればぜひ弊社の個別指導をご検討いただければと思います理解学習ができれば勉強したら勉強した分だけ実力を上げることが可能です丸暗記学習やっちゃってたら勉強しても一定のところまでしかいかないんですよ合格点マイナス1点とかマイナス2点で何年も何年も落ちている方いらっしゃいますそういった方っていうのは丸暗記学習詰め込み学習で詰め込めるだけ詰め込んだでも合格点に届かない そういいった方が非常に多いんですね卓球試験ってやり方間違えなければ1回で合格できる資格なんですよあなたにはそうなってもらいたくないのでぜひ理解学習実践していただければと思いますでこの動画について個別指導の販売ページご覧いただいている方はそのまま下見ていただければと思います個別指導の概要の動画あるのでそのまま下にスクロールしていただいてご覧くださいでこれ YouTube で検索して見つけたよっていう方は この動画の下の説明欄に個別指導の詳細ページの URL 貼っておきますんでそちら是非ご確認くださいこの動画を見ていただいたあなたには絶対合格していただきたいと思いますんで是非理解学習を実践してください自分自身でなかなか理解学習するの難しいなって思われたのであれば是非個別指導をご検討ください受講していただければあなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです あなたの時効をお待ちしております宅検合格目指して一緒に頑張っていきましょう